皆さんこんにちはジョセフ・クラフトです今回はドル円投機ポジション検証についてお話したいと思います、えー、ともうこの約一ヶ月特に先週の、えー、この会では、まあ、基本的に日米の金融政策がドル円を、えー、動かしていくということを特に日銀の政策姿勢、えー、などを紹介しましたで今あの手元にある、えー、チャートがですね この青い線が、まあ、日米の金利差長期金利ですね10年国債と日本の10年国債を引いた金利差、えー、明らかに日米の金利差は拡大していますそれに伴って、えー、ドル円も、えー、円安に、えー、向かっているとしばらくこの姿勢は、えー、基本的なあの方向性は変わらないということですね。 でえー、直近、話題になっているのは月曜日、あの黒田総裁が円安け制をしたという報道が流れておりますが私の,、えー、その見解は全く違うと、今までどおり円安を推奨していると、例えばです、ね、確かに今までより少しトーンを変えて急速な円安の場合にはマイナスが大きくなると思いますけども。 って言ってるわけですねでその後全体としてプラスという評価は変えたわけではありませんと全く同じ姿勢なんですでさらにここが重要なんですけども冒頭で言ったように日米の金融政策がドル円を左右するそこで黒田総裁は経済の現状を考えると金融緩和を続けることが適当とつまり、えー、日本は 金利を抑えるアメリカは利上げを加速する、えー、この構図そして、えー、日米の金利差が開く、えー、これによって円安圧力が、えー、続くと、まあ、前回の回では月末までに130円をつけるということを、えー、予測させていただきましたけども、まあ、その見通しは、えー、変わっていないと。ただ今回のテーマとして あのちょっと投機ポジション動向を見極めて、えー、今後の展開を占っていきたいと思います。まずあの久しぶりに IMM の先物市場の、えー、非商業つまり投機円ポジションなんですけども今大体契約枚数があの12万、えー、近くまで来ていて、まあ、総額にすると約1.4兆円ほどの円売り、えー、円ショート。 になってます、まあ、それに、えー、伴って為替が、えー、今127円、まあ、128円まで来てるんですけども、えー、若干ですねポジションは結構延焼とのポジション伸びてるんですけども、えー、まだ過剰水準、えー、むしろ市場の方が動いてると、えー、市場よりも売りすぎてないというところから、うん まだ多少余力はあるのかなとちなみにこの指標は4月12日の時点先週の時点ですからそこからこの1週間で円売りが円シと円売りが加速したというところなんですけどもただ確かに溜まってきているところは要注意ということなので、まあ、130円つくかどうか分かりませんけどもう一段の円安の後は 少し気をつけた方が若干130円に近づくにつれ少しずつ利食いをされた方がポジション的にはちょっと溜まってきていると。ただ他方例えば証拠金のポジションを見ても 大きく円売りがが積み上がっている、えー、要素はないので,すないのでああのまだ少し余力があるんじゃないかというふうに個人的には思っているということですけどもそろそろ過剰円ショートポジションを、えー、注視していくべき段階に入ったのかなと結論としては円安はまだ円安予想あの思考は継続するも ここからは要注意、注視しながら円相等を保っていくというべきではないかというふうに思います。もう一つ、ユーロの方をも見てみたいんですけども、ユーロも金融政策でーユーロが売られてるんですけど実はポジションがですね買われてきてるんですね、今49億ユーロのロングになってきてるんです、ポジションがあの逆行してるんです、マーケットに。 このポジションが正しいのかマーケットがあの間違っているのかどちらかですけどもユーロ売りのショートは僕はドル円のロングつまり円ショートよりもユーロショートは少し気をつけた方がよろしいのかなとまあ大きなポジションではないので ECB の状況によってはまだユーロが下落する場面もあるかもしれませんけども。 若干ここにきて少し投機ポジションが逆張りし始めているのはちょっと気がかりかなというふうに思いますのでまあいずれにせよ基本的なドルロング円ショートあるいはユーロショートという基本ポジションあの動向は変わらないがえちょっとこの辺で投機ポジションを注視しながら少しずつ利食いをされていくのが。 えー、懸命かといいううふうに思います、まあ、個人的にはまだ月末までの130円という目標は、えー、変えておりませんけれども少しマーケット動向を注視しながら、えー、うまく取引をされることを推奨するということであります。さて明日から使える雑学なんですがすみませんここをしばらく野球ネタで大変恐縮なんですけれども。 えまたもや佐々木朗希ロッテの,えそのパーフェクトピッチング間近まで行く素晴らしいピッチングを見せたんですけどもまあそこで彼が記録を続ける以上まあ彼ほどのピッチャーとして1つ、これも崩せないメジャーの記録とされてるんですけども佐々木朗希にぜひ目指していただきたいメジャー記録を1つ、今日は紹介したいと思います。これはですね 59イニング連続無失点記録、59イニングを全くゼロで抑えていくと、これ90、1988年、ロサンゼルス・ドジャースのオーレル・ハーシハイザーが作った記録ですね、これ、多分だから、えー、もうほぼ6試合近く、ゼロに抑えていくということで、大変な記録で、いまだに、えー、破られていない、えー、少なくともメジャーでこれを破るような投手は、大谷翔平でも非常に難しい。 されている。まあ、そこに佐々木朗希が果たして、日本でこのような記録を達成できるか、非常に期待したいというふうに思います。以上、ドルの投機ポジション検証についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。